去年6月、道南の八雲町で都市間高速バスとトラックが衝突し、5人が死亡した事故で、バスの乗客の遺族がトラック運転手の勤務していた会社に対し、損害賠償を求める訴えを起こしたことが分かりました。原告側の弁護士などによりますと、函館地裁に提訴したのは、死亡した乗客、若崎優也さんの妻と親族で、トラック運転手が勤務していた養豚会社、日本クリーンファームに対し、それぞれおよそ5800万円の損害賠償を求めています。原告は、トラック側に事故の責任があると主張し、従業員が業務で損害を発生させた場合、雇用主も賠償責任を負う民法の使用者責任に基づいて、養豚会社に賠償を求めています。日本クリーンファームは、HBC の取材に対し、訴状の内容を確認中のため、コメントは控えるとしています。この事故をめぐっては、警察が死亡したトラックの運転手を過失運転致死傷の疑いで捜査しています。